で9レース2乗戦 B 弱くなりました神奈川の佐々木選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、今日は奈良選手と2社で、まあ、相手が、まあ、関東は4社となってましたけども、はい、戦い方はどういうふうに作戦は組まれてますでしょうか。まあ、一番先行力があるのは根田さんだと思ってましたし、ものすごい強いのはもう連携して知ってるので安心して任せてレースできました。で、まあ、後方からのレースになって、まあ、一度気に入ったところ、最終的には後方にまたなってしまいましたけども、あたりっていうのはどういうふうに見られてましたか、ね、ついていて。まあ、一度動いて、そこからはまあ、ちょっと根田さんも僕もちょっと想定外の動きが途中あったんですけど、まあ、根田さんも足そこまで使ってませんでしたし、しっかり信頼してついていればチャンスがあると思ってました。まあ、最終バックのところでは、まあ、一番後ろにいたわけですけども、はい、まあ、ちょっとアクシデントの前の方であったりして、はい、まあ、コースはもうそれを見ながらっていう形だったんですか。そうですね、まあ、僕も余裕ありましたし、ちょっと参考なからちょっと前見ながら、はい、見極めて踏むことにしました。まあ、実際2着まで来てご自身の状態っていうのは、まあ、昨日と含めてどうでしょうか。はい、まあ、昨日はチャンスある位置で、まあ、着連帯外してしまって、まあ、そういうところも考えながら今日挑めたので2着入れてよかったです。はい、今神奈川勢はすごく盛り上がっていると思いますけども、はい、それについてはどうでしょう、ご自身も同県で。そうですね、やっぱり同県神奈川今勢いありますし、まあ、僕はまだまだなんですけど、まあ、少しでもそういう選手と一緒に走れるようにと思って、はい、まあ、でもまずは準決勝進めてよかったです。はい、やっぱりビッグの準決勝というのはすごく大きい舞台で。そうですね、やっぱり準決勝、まあ、一つ一つ勝ち上がって一つでもいいレースに走りたいと思ってましたし、初めてのまずは準決勝進めて嬉しいです。わかりました。では準決勝その後に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、準決勝もしっかりチャンスを出せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。